この後ねお仕事がちょいとだけあるんですよ。なのでちょ今日は30分だけします。こんばんは。ちょっとねオンラインっていうかお家でだけどお仕事がほんの少しだけあるので今日は30分で終わります。こんばんは。お芝居の方まだやってないですね。お芝居の方はまだ稽古とかしてないのでわかんないです、うん、かまちゃんさんハートありがとうございます。今日は30分で終わります。でもねほんの少しだけだと思うからそのお仕事がもしかしたらやるかもしれないけど明日普通入りのお仕事だから多分やらないかな。11時に終わります。今日だってよ10時、オンラインだからねちょっと早めに終わってうん10時に終わります。ハートありがとう。こんばんは。今日は本当にのんびりした一日でした。 STU でねセプトさんのみっちゅさんとあおいさんね見に行きたい。ちょうど空が終わってからだからもう広島に帰ってそう連泊したい。自腹で連泊して東京満喫してからセプトの舞台見に行きたい。見に行こうかな。帰るより泊まった方が安そう。往復とかを出すよりホテル安いとこ泊まった方が良さそう。見たいな。みちさんのやつね1回目はねみちさんが主演だった時のやつはその見に行けてたんですけど現地で前回のゆうかちゃんとのやつは見に行けてないので配信でしか見てないから見に行きたいな。ハートありがとう。ひさこさんこんばんは。今日はずっと前から気になってたなんかサンドイッチ屋さんみたいなところに行ってお腹がね何も食べてなかったから朝からでおかず系食べたいなあったら食べたいなって思ってたけどやっぱね行ったのがもう夕方ぐらいだったからおかず系がね一個もなくてねなんかねてかねクッキー&なんかめっちゃ美味しいやつクッキー&バナナみたいなめっちゃ美味しそうなサンドイッチ食べました。めっちゃうまかった。なんて名前だっけな。クッキー&クリームバナナだ。クッキー&クリームバナナっていうサンドイッチを食べました。このぐらい結構分厚かった。もうなんかバナナが多分1本を3等分にしたやつがズズズズンって入ってるやつを食べました。パイナミさんかわいい。バンジラモンスターさんインスタありがとう。イキャスさんタンポポありがとう。明日はねもう昼ぐらいから動かないとなので明日は歯医者さんに行ってくる。やっと行ける。ずっと予約が取れなくてやっと明日行ける。かわいいありがとう。イケスさん。そして明日はね新年度一発目の声ラジなのでぜひ聞いてください。あの安心安寧のメンバーさんとそして村上アナウンサー前回のあの声ラジ感謝祭の時にねあのこうまとめてくださってた方なんですけどそう村上さんもアナウンサーさんだけど私の時はなんかこう裏方っていうかスタッフの方に回ってて大体木曜日の時がね結構なんかアナウンサーする時多かったんですけど月曜日になったことないんですよ村上さんと。だから超楽しみ。いつもねこう裏でこうねいっぱい頑張ってくださってる方と一緒に
村上さんおもろいからな、ただ騒がしそうですねメンバーさんも面白いし村上さんも面白いし、もう明日わじわじしそう、楽しみ。かまちゃんさん花束、きなぺこさんハートありがとう、かまちゃんさんいいねありがとう、たんぽぽありがとう。これレベル15とか、これなんかレベル何なんですかね、空もよく分かってないんだよね。これは何なんだ、なんか変なバッジみたいのついてる、なんか銅メダルみたいな、何これ。あ、新しいの、なんか最近ショールームが進化しすぎて全然分からん、ついていけぬ、ついていけぬすぎて。ギフト投げてる、なるほど。ひさぽんさんあたりがとう、フラワーフェスティバルの発表あったね、ね、あれなんじゃない、選抜メンバーな気がする、選抜じゃない、8枚目の電気がする。前回も確か16人だったし、確か、まあ、その時の16人は出演させていただいたけど、フラワーフェスティバルなんか8枚目の選抜な気がする。ワンチャン PR 舞台5周年発表された後に PR 舞台で出演みたいな。こんばんは、花束ありがとう、パイナミさん。でも出演できたらいいなと思うけど、ふーって感じやね。餃子できた、え、うそこの後仕事がある、どうしよう、 LINE 送っとこうかな。じゃあ後で行こう、ちょっと待って、 LINE しとこう。待ってよ、後でパシンチ行きます。20、はい、分かった、はい、ライン入れた餃子、そう、昨日っけ、あ、そうだ、昨日だ、ライン してる時、明日なんかあるって聞いたらね、餃子作るみたいな、配信で餃子作るって言っとって、みたいな、食べたいって言ったら、食べますみたいな言われたよ、確かパシに昨日、あ、食べに来ますって、食べたいって言ったよね、作ってくれたっぽくて。でね、今日も LINE してたんだけど、その時にね、そらはさん用にチーズ餃子作ろうと思ってチーズもゲットしましたっていう LINE が来たの。かわいい、好きって送りました嬉しい。最近毎日パシェと LINE しとる、毎日っていうか結構な頻繁的に LINE するのパシェぐらいだからね。餃子あれだと思う、なんか瀬戸内 PR 舞台のやつで、なんか確か公約がなんか瀬戸内の食材を使ってアイスを作るみたいなんですよ、みたいなのやつに似た企画かな。そう、なんか今日ライン来てた、瀬戸内のものを使って作りたいんですけどって言われた。お父さんひよこありがとう。そう、行きたいんですけどね、ちょうどお仕事があるんです、この後お仕事が終わったら行きます。
1時間後とかかな行けるの。でも本当にズームで少しだけなので、終わったらすぐに行きます焼いてます。さっきちょっとだけ配信見てた。嬉しい。今日はそのね、めっちゃあのね、なんだっけ、そうカフェでサンドイッチとキャラメルラテと、昨日か昨日5日、4月5日、あ昨日だね、4月5日、昨日から発売された雪見大福の塩キャラメルっていう雪見大福、バチバチに美味しかった。そうですね、でコンビニ限定って書いてあったからさ、コンビニしかないのかと思っとって、コンビニって高いやん、なんか140円ぐらいするじゃないですか。でワンツも一回ちょっと、まあ、一応スーパー行こうと思ってスーパー行ったら安かったの、100円以下、80円とかだったから、新商品みたいな、で昨日と今日だけ80円みたいなだったから、これを買わなければと思って2つ買って、まあ、でも今日はもうあのこの後パシェットに餃子、パシェの餃子食べると思って我慢したんですけど、1個食べたらめっちゃ美味しい。サーの好きな塩っ気があるキャラメルな感じでめっちゃ美味しかった。もううまい、うまいです。その雪見大福と、あサンドイッチ雪見大福で、この前の火曜日、昨日一昨日かな、かローソンで発売開始されたロカボパンの、あだからね、もち麦パンの中にカスタードクリームが入ってるやつ、めっちゃカスタードの、この前食べたらめっちゃ美味しくて、カスタードがちゃんとカスタードだし、めっちゃ普通に菓子パンだったの。だからちょっと今日はそれを食べて、さっき豆腐そうめんを食べました。今日はでも夕方から結構いっぱい食べた。いやお昼ぐらい、お昼前とかに起きたんだけど、ずっとのんびりしょって全然ね行動してなくて、やっと夕方ぐらいからね行動し始めたので、夕方から一気にいっぱい食べた。でもこの後パシェから、パシェが作った餃子を食べれるので楽しみ。サラダを食べようと思ってちゃんとレタスも買ってきて、シャキシャキレタス、レタス食べたら私は肌が調子良くなるんですよっていうことに気づいた。レタスは肌の調子が良くなる、だからレタス好きです。 I love レタス。キャベツ、千切りキャベツとかよりも圧倒的レタス派。キャベツのが安いけど量多いし、量多くて安いけどレタスの方が好き。レタス大好き。レタス派。みんなどっち派、レタスかキャベツ。もう圧倒的レタスなんだけども、レタス、キャベツ、レタスです、レタス。でもキャベツで唯一食べれる、まあ食べれる、何でもキャベツ食べれるけど、あのそのキャベツの中でも一番おいしいのはほんまにセブンイレブンさんのキャベツ。マジでなんかふわふわしとるんよ、ほんまに、ほんまにふわふわしとる。かゆいめっちゃ、うん、
んかつや串カツにかけてキャベツだと、あー分かる、そう、あ、揚げ物はキャベツだと思う、確かに。でも普通のサラダ単品として食べるんだったら圧倒的レタス。油物はねキャベツが多いね、確かに。キャベツ、サンドイッチのあのレタス、ブロッコリー、カリフラワー、あんまりカリフラワーを食べないね。あ、そう、スーツ買いました無事。なんか本当はね、そう、オーダーメイドで作ろうと思ってたんですけど、なんか今中国の方のなんかスーツを作ってる工場がなんか遅延してるらしくて、作るってなったらもうゴールデンウィーク明けとかになりますって言われたの。ヤッシーさん、タンポポありがとう。なんかね、そうパパがそうオーダーメイドで作ったらみたいな言って、私はなんかもうその辺のっていうか、こうスーツオーダーメイドじゃなくて、こうもうセットでこう売ってあるやつを買えばいいやと思ってたから、そうお父さんにオーダーメイドって言われて、ちゃんとねスーツ屋さんに行って聞いたらって言われて、どうしようと思って、そう、すごいね、もう大好きなお洋服屋さんでスーツ3点セットみたいな。だ今多分入学時期とかなんかそういう新入社員みたいな感じでさ、多分どの洋服屋さん、どの洋服って言ったらあんまりやけど、こうなんかね、あるところはねあって、スーツが、だから私も買いましたスーツ。天然なぎさん、ハートありがとう。ブラウスはねちょっとまだね、家にあるなんかワイシャツみたいなのがいい感じだったらそれ着ようと思って、ダメだったらちょっと別でブラウス買おうと思うんだけど、そうスーツのシーズンだから、そう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 、いっぱいあった。だからスーツのなんかめっちゃ安かったの。え、なんかその普通に洋服の青山に一回いたんですよ。で見たらそのブラウス抜きだと、ブラウス抜きのジャケットスカートだけで3万円になりますって言われて、なんかそれを聞いてたからめっちゃ安って思って、私は島村で買ったんですけど、ジャケットとスカートとズボンがついてるセットのやつプラスそのストッキングと靴買って1万円もしなかったのね。なんか安っと思って、普通に考えたらさ、まあ、確かにそのぐらいそれが最低限かなと思って島村で買ってきました。フレッシャーズのセット安い。え、そう安いけど、それよりもなんか島村のが安かったし、島村でもう私は可愛いと思うやつに出会えたので、フレッシャーズ行きませんでした。安いよね。でめっちゃちゃんとしてるの、なんか、なのでお楽しみに、どんな感じなのかは、どんな感じかお楽しみに。でね、久しぶりに島村行ったの、だからめっちゃなんかめっちゃ増えてた。お洋服とかめっちゃなんかレベルアップしてて可愛いってなった。グレイルとそんな値段も変わらんしさ、ちょっとまた時間がちょっと余裕ある時に行こうかな。最近あんまりね島村行ってなくて、お洋服屋さんマジで行ってなかったから久しぶりに行った。空のスーツ姿は見れますよ。まあでもね、多分このスーツは今後何十回着るかって言われたら、ね、多分着ないと思うから、多分サイズも変わるだろうし、そうだからね、ほんとちゃんとした時に着れるように、いつかねオーダースーツをねほんとに変えたくって、こう何でもね着れれるような、そう、もうねピチッとしたなんかやつでも着れるようなやつとか、オーダースーツっていうやつね。だから今は普通にまあお話し会で使うっていう感じだから、そんなねあのもう何万みたいなのは買わなかったけど、なんかありすぎてようわからんかった。
本当にありすぎて何が何か分からんくて、初心者すぎて、スーツ初心者なので、もうねお母さんと電話つなぎながら、どれがいいよマユとか言って、これ可愛いと思うんやけどみたいな。一応ねこの前その青山さんで、何サイズとか本当に知らないから、自分のサイズを、スーツをお話なんかね、生写真撮影の時に来たんやけど、それもなんか何番とか知らんかったからさ、サイズを測ってもろて、でそれのサイズを参考に今日買いました。めっちゃでもいい感じでした。自分的に良いってなった。楽しみ、着るの楽しみ。靴もストッキングとかマジであんま私履かんからさ、楽しみ。スーツはもちろんストッキング履かんし、楽しみです。洋服の青山さんはあれなんですよ、セットチャレで私は行ってないけど、ココアさんとねまいちゃんが行ってたんですよ、洋服の青山さん。コキーさんハートだるまありがとう。そうストッキングとかあんまじで履かんから、黒とかでもこんな履かんから、ワクワクやね。お腹すいた、お腹がすきました。ペコペコ青虫です。早くパシェの餃子が食べたいです。かっこいいかまちゃんさんだるま、ありがとう。かっこいいもん、その前にこの後のやつはもうすごい大事なお仕事なんですよ。なんかめっちゃ緊張する、頑張ります。もうめっちゃドキドキなんよほんまに。今日のこの後のねお仕事が入った時に、お仕事っていうか入った時に、予定にこう入った時にブォーってなって、いや緊張っていうか頑張らないとっていうお仕事なので、今後につながるかつながらないかっていうお仕事がこの後あるのでめっちゃ緊張してる。こう見えてかんちゃんさん入った、皆さんあとありがとう。でもそう担当マネージャーさんじゃない方とね、そう LINE したらね、いつものソラハさん、シナノさんを出し切れば大丈夫ですみたいな来たよ面白かった、自信持って打ち勝つんじゃみたいな丁寧にいつものシナノさん出したらきっと大丈夫よって来たけど、もうちょっとリラックスして頑張ります。今日はもう本当にもう今までとかリラックスしまくりだったので、このままこのショールームのいつもの感じで出せば大丈夫かな。お客さん入ってありがとう。天然なぎさんでるもありがとう。頑張ります。皆さんにいい報告がね一つでも多くできるように、もう今年は新年度っていうかもう舞台もあるし、この波に乗っていけるようにね頑張るぞ。初訪問 ST48 ドラフト3期生のシナノソラハです。よろしくお願いします。なので今日は顔をスッキリするためにくくった、ちょっとね
ウェーブっていうか巻いてたんだけど、ちょっと髪の毛、顔周りすっきりした方がいいかなと。なんか真面目そうに見えるかくった方が真面目に見えるかなと思ってかかった。頑張りまーす。この後頑張ります。みんながついてると思って頑張ります。うん、みちさんのメールがたくさん。今日はパセとあのカフェ行った時にパセが撮ってくれた私のガチ寝の写真をツイートしました。結構前にね、あのメールかツイッターかなんか載せますって言ってたやつなんですけど、あ、そういえばまだ載せてなかったと思って載せました。これガチ寝です。私この時なんかね、この前にあのなんだっけ、ローストビーフ丼とガトーショコラ食べた後に、あの私のね親知らずの歯医者があったので、歯医者まで時間があって、そうパシェがね、じゃあ時間あとちょっとあるから寝てていいですよって言ってくれて、もう空が眠そうな顔してたの、多分めっちゃね眠いとか言ってたら、寝てていいですよって言ってくれて10分ぐらい寝て、マジで記憶ない時、もうガチ寝です。これマジ寝、トントンって起こされた。パシェ、パシェが何枚か盗撮してて送ってきてくれたので載せました。餃子、餃子美味しそう。食べる後で。多分目開いてたと思う。あれは多分序盤だった気がする、絶対。序盤だった気がする。私もっと寝たら目開くし口開くから。でも若干口開いてるじゃないですか。なんか多分ちょっともうあの最後とかもう確実に開く前みたいな感じだと思うしかもねパシはちゃんとこう上からっていうかね、こう下からじゃなくてこっちから撮ってくれてるからまあマシな寝顔です。真正面から多分見たらもっとひどかったと思うけど、チク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 、ぜひいいねとかリツイートとかお願いします。そろそろ終わろう。頑張ってくれます。頑張ってきますね。今からここから動かないけどいつもの空を出し切って頑張ります。さあ、バイ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 。では壇上を見ます。13位うちんおさん、12位とよちゃんさん、11位ヘルムビーガさん、10位ガッチさん、9位つりきちさん、8位帝国さん、7位コキンさん、6位おとんさん、5位かまちゃんさん、4位ミロさん、3位ヨウさん、2位天然うなぎさん、そして1位はイキャスさん。ありがとう。このあとあの頑張りますね。明日は起きれたらってか、多分お昼ぐらいに起きてると思うんですけど、ワンチャンお昼配信か夜恋ラジが終わって帰ってきてからだと思います。明日はそんな夜遅く21時からとかじゃなくて、ちょっと早めにしようかなと思います。20時からとかこれかなって思ってます。お、10時になった。では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 配信終わります。30分だけだったんですけど、ありがとうございました。ぜひあのスペシャルサポーターも、ブログももう公開されてると思うのでぜひ見てください。そして今日のスペシャルサポーターはある日の一日、とある日の一日みたいな感じで動画を作ったので、
ドミノの後に載せてるのでぜひ見てください。なんかすごいね、 YouTuber の Vlog みたいなやってみたのでやってみてください。服装でいつかとかわかると思うけど、ぜひ見てください。ではありがとうございました。おやすみ中、バイチェラポー、またね、頑張っていきます。うん。